アルファベットシティはニューヨーク市マンハッタン区のロワー,ーイーストサイドとイーストビレッジの間にある地区である。ロワー,ーイーストサイドのスペイン語風にローイーサイダとも呼ばれることもある。アルファベットシティの名前の由来はアベニュー A、アベニュー B、アベニュー C、及びアベニュー D というアルファベット1文字のアベニュー名が付くマンハッタンで唯一の地区であるところから来ている。 その南端はハウストンストリートで北端は14丁目であり従来のイーストビレッジの北端及びストイフェさんとタウン及びピーター・クーパービレッジの南端に沿っている有名なランドマークはトンプキンススクエアパークやニューヨーリカンポエツカフェがあるこの近隣住区は歴史のある地区でマンハッタンのドイツ系アメリカ人ポーランド系アメリカ人ヒスパニック及びラテン系アメリカ人 そして、ユダヤ系アメリカ人住民の居住地であり、民族文化の中心地である。セイリングザローワーイーストサイド、ジオグラフィーページ、u p r e s s u m n e d u 2 0 1 0年10月15日、閲覧。エクセビションス。 The Villager, h t t p w w w t h v i l a g e r c o m スラッシュビレジャー1 7九エクセビションス、h t m l 二千九年八月二十二日閲覧。フォーダーロ、リザ・ W ウィル・イット・ビー・ローア・サイダオブ・アルファベット・シティ、ツー・ビジョンズ・ビーンザ・イースト・ビレッジ。ザ。 ニューヨークタイムズ、h t t p w w n e t i m e s c o m 1987、05、17、リーリステイト、ウィル・イット・ビー・ロー・アサイダ、オアルファベート・シティ・ツー・ビジョンズ・ビーン・ザ・イースト・ビレッジ、html2009 年8月22日閲覧。ありがとうございます。